皆さんこんにちは、山口です。本日ですね、9月25日、ただいま18時43分でございます。なんとですね、なんとっていうか、まあもうみんな分かってると思うんですけども、読みが降臨しております。クエスト、こちらですね、有名なるムクロの帝国ということで、イベントクエストに読みの爆絶が降臨しております。で、残念ながらですね、僕これ初見でさっき動画を撮ってたんですけれども、ゲーム画面の録画を忘れておりました。最悪です。で、一回クエストに入っちゃったんですよ。でもうノリノリで撮ってて、第一ステージも突破したにもかかわらず、初見のね動画を録画していなかったというミスを犯してしまって、もう即諦めてきました。もうとあの途中続けるのもやめてやり直そうと思って、で、初見動画はもうそれでおじゃになってしまったんで、パーティーを組み直しました。最初、僕が組んでたパーティーは解決ゾロとベルゼブブとで、アイアンマンっていうよくわからないパーティーで、フレンドが何やったかな、フレンド何連れてったっけ、なんかそれもねよくわからないパーティー編成で行ったんですけど、重力バリアがたくさん出てきたのと、反射と貫通入れ替わるっていうギミックが出てきたんで、ちょっとね、反射貫通で行こうかななんて勝手に思ってこのパーティーにしたんですけど、でもよく考えたらギミックで入れ替わるんやったら、もしかしたらこいつ別に全員貫通でも、全員反射でもいけんのかな。いや、でもやっぱ最初は、反射貫通とかに並んでる方がいいかなと思ったんで、これでね、こちらの読み一回チャレンジしてしまったんで、ニューマークも消えてしまいましたけど、これで挑戦していきたいと思います。はい、お待たせいたしました。フレンドさんのね、エデンを連れてきました。でですね、今回その使おうと思ってるお助けアイテムがこちらの、宝箱2個で、合計 HP が1万増える1個で、マップ開始時に全ての敵に 10% ダメージ、こちらをねふんだんに使って挑戦していきたいと思います。頑張ります。出撃いや、ウリエルとかいたらねよかったんですけど、僕ウリエル持ってないんで、あの重力バリア持ちの貫通タイプが全然いなかったんですよ。だからね、ちょっとタスカンしてないシンジ君を連れてくるというナメプみたいなことをしてしまってるんですけど、あ、入れ替わってた、いきなり入れ替わったな。これ1ターン目からきついな。いけ、うわ、ダメをいた、え、ダメをいった、やばいやばいやばい、もう死にかけてる、もう死にかけてる、マジか、ダメをあんな痛いんや、今のはきついぞ。うわ、きついなこれ。でね、ここループなんすよ。これも結構地味にきつい。倒したい、倒しきりたい。くっそ、倒しきれない、マジかー。ちょっとじりじり削られていくぞ、これまずいパターンや。倒してほしいけど倒せない、きついなー、これはきちいぞ。あのね、床を踏むとね、貫通タイプと反射タイプが入れ替わります。そういうね、新しい新ギミックみたいな感じなんですけど、あー、これきつい、ハート取りに行かないとまずいぞ、死んでしまう。よし、金派になった。金派を取りつつ、こいつらを倒しつつ、おし、突破、オッケー、突破しました。今ね、あのテレビでね、あの M4 の挑戦を見ながらやっております。これきついな。え、これきっつ、めっちゃ削られるし、ほんで、あそこにブロックあんのか、ほんで、きつい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 、痛い痛い、入れバーン入れバーン、これ全部倒すの、めっちゃきつ、あれ全部残らなかった、マジか、
それにしても、いやきついな。左下倒したいけど、左下行くとこれ踏んじゃって貫通じゃない、反射になっちゃうんで、こっちから回っていく。いやあかんな、最悪、最悪、何もできんかった、マジ終わってる。痛い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 、やめて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 、一体しか倒せない。そしてこれハート取りに行きたい、でハート取りに行きたい。シンジ君で、シンジ君、カオル君で踏みながらハート取りながら、オッケー、2体は倒した。ここは4体ループなんですかね、これ踏んでるかな。あ、なるほどね、あそこのブロックで跳ね返ってしまいましたね、よく見てなかった。くっそー、しくじった、痛いぞー痛いぞー。でこれどういこうか、うまくいったらこれで、あー、おし、よし、第2ステージ突破。足がしびれてきた、足がしびれてきた。あー、もう強そうなやつがいっぱいいるよ、上の方に。ちょっとまずあいつらから倒してしまいたいところではあるが、さあどうだ、復活する、復活する、オッケー、復活しない。でシンジ君で入れ、オッケー、届かない、くっそ届いてほしかった。きつ、復活しすぎやろうてそれ。じゃあこっちから回って回って、あー残念、足が、足がしびれてる。次エデン、こういう角度で行った方がいいんかな。オッケー、ナイス、オッケー、突破、第3ステージも突破いたしまして、さあ来た、読み、何あの下の3、あの下の3何、めっちゃ怖いんやけど。とりあえず反射貫通制限倒しに行って、あーはまってもうた、最悪、やばい、あのアーサーやばいぞ。これまたいけるか、あーきつい、あの位置なり、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖いんやけど、しかもめっちゃ削られてるし、やばい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 、やばいってやばいってやばいって、いや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 、死にたくない。あーもうマジできつい。SS 使おうかな。エデンの SS は壁に設置した3点マーカーに囲まれた敵に大ダメージなんで、でもハート取りに行きたいな、ハート取りに行こうか先。エデンの SS16 ターンか、ハート取りながら SS 使ってしまおう。はいはい、壁3点できてない、きっつ、これオッケー、あいつらを倒せたけど、うわ復活すんのかーい、復活すんのかーい。あ、ダメージオールで死んでしまった、あーきつかった。はい、ここまでやってまいりました。やっとこさね、ボスを中ボスを倒せるんじゃないかぐらいのとこですね、やってまいりました。オッケー、倒した。いやー、ここまで来るの大変でしたね。2回ぐらいし、1回か2回ぐらい死にました。でね、あのアーサー2体やったのを1体解決ゾロに変えてきました。ですね、こいつ貫通やろ、まずこいつを倒したい。このね、村正がね、結構痛い攻撃をしてくるんで、痛い攻撃とかダメージオールか、村正のダメージオールがすげえ痛いんで、とりあえずそれを防いでおきたいんですよね最初に。で
その制限系を倒しながらボスを削っていくというか、まあできれば手っ取り早く制限系を倒してしまって、でその間にボスを攻撃していくっていうのが多分セオリーなんでしょうね。ただでこの3点にいるとなんか食らうんかな、よく分かってないぞ未だに。村正倒したい、オッケーオッケー、これいい感じですね。ここまで来るとちょっと楽できる。武蔵は弱点あれ踏むかな、オッケー、弱点を往復してかなりダメージを与えることに成功した。さあアーサー、オッケー、いいっすね、いいダメージ、いいダメージ取ってます。あの三角 の中にいると何やろ、猛毒でも受けるんでしょうかね、ダメージ。これ倒しきれへんかな、倒しきりたいところですが、あーちょっと足りないですね、ギリギリ足りないかなぐらい。多分でもこれ下で倒しきりましょうか、カンカンしてね。ここは普通に、はい、突破していきます。いやボスかな、ボスかな、来たー、ボス、ボスまで到達しました、到達しました。さあボス来ましたね、触れた最初の敵で爆発し、か、そうか、もう SS 使ってしまおうかな最初から。あでも SS 使ったら止まってしまうんか。村正も倒したいけど、左下の方を通っていっちゃうと貫通が反射に変わっちゃって止まっちゃうんで、村正倒しながら反射に変わって、で、あーちょっと遅かったというか、もうちょっと右回りで行った方が良かったかな。さあアーサーですね、アーサーこれはまられへんかな、なんか位置的にどうなんやろ、無理か。まずはじゃあ反射制限を倒しつつどうやって回っていこうか。これでも行ってもまあそうなりますよね、そうなるよな、今のはそうなると思うわ。じわじわ削られていくのが辛い。シンジ君はいきなり反射タイプに変わってしまうので、2回踏む、いや2回踏むか、じゃあここで止まってしまう、そらそうですよね、やばい、ボスが全然削れていない、やばい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 。そして村正が復活してしまう、やばいぞこれ、ちょっときつくなってきたぞ、ちょっときつくなってきたぞ、痛い。ハートは育つ、オッケー、でこういう角度でオッケー、1体だけ残してしまいましたが、次またあの三角のやつが来ますね、三角の謎攻撃。これこっちから回っていけるかな、こっちから、わあくっそ、きつい、きついきついきつい、あれはなんぞや、あれはあれはなんぞや。でシンジ君は反射なんで、いやーこの貫通制限反射制限のループがきついな。そして多分あと6ターン以内に倒さないときつい攻撃が来そう。ボス、ボス直接狙いに行く、あーきついきつい、はまりきらない、痛い、そして爆発が痛い、やばい、かなり削られてきた。武蔵はそうか、それか、もっと薄い方が良かったかな、あーもっと薄い方が良かったかも、うわきつくなってきた、きつくなってきた、おおマジかよ、なんや急に。はい、皆さんボス2回目です。ボロボロになるまで、ボロボロになるまでじゃない、ボロボロになりながらここまでやってまいりましたよ。で、もうね
30ターンあるから39ターンでしょ、スピードクリア。結構長期戦になると思うんで、ドラえもん使ってしまおうかな、ここで。SS ね。あ、いや。でも SS 使って、あれ、タイプが変わらないと逆に困るんで、普通に行きましょう。いや、もうここまで来るのに超絶苦労したんですけど、もう全然ここまででもう来れない。スーパー大変。これどうしようかな。もうワンチャン狙ってボスの間入りに行こうかな。こいつ倒して、こいつ倒してあれを踏みたい、あの床を踏みたいんやけど、あー、まあ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 、全然ボス入れなかったけど、で、あの範囲攻撃みたいなやつがめっちゃ痛いんじゃないかな。あー、むずい。それにしてもむずい、このクエスト。配置がものを言うって感じですよね。あー、きつい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 ぞ。で、 SS とかも使いまくってしまったんで、もう全然残ってないんですよね。うえー、やっぱ踏んでたんか、あれ。やめて。あの爆発結構痛い、ほんで確か。あー、ハート出たけど結構きついっすね、これ。きついな。オッケー。全然ボス削れない。こっからか。うーん、貫通になってしまうから、ここはこれで弱点をちょっとね、直接狙いに行く感じで。いやー、緊張する。で、パワーアップしてんのか。パワーアップしてるけど、こいつは反射なんで、あー、どうしようかな。直接は狙いに行けない。ここ、この隙間狙いに行く。あー、まあ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 、あんまり良くなかったけど、まだマシだったかな。じりじり削られてるのがきつい。ウリエルは貫通っすよね。これ踏んでんのかな。この、もう最悪。この踏んでるか踏んでないのか。うわー、やばいやばいやばい。はい、というわけでね、皆さん、読みお疲れ様でした。どうでしたでしょうか。勝てた方とかね、どこまで行ったとか、よかったらあのコメント欄の方にあのコメントいただけたらなと思います。皆さんどこまでね、できたかとか、なんかいろいろ教えてください。で、まあね、残念ながら、読み勝つことができなかったので、まあその代わりと言っちゃなんなんですけれども、最後ね、ガチャを引いて終わりにしたいと思います。まあ読み光属性で、まあウリエルとか宮本武蔵とかすごいいい感じじゃないですか。なんでこちらのね、スターライトミラージュ、この光属性、光属性のガチャ、こちらを引いて最後終わりにしたいと思います。シングルね、1回だけ。残念ながらね、クリアできなかったんで、1回だけ引いて終わりにしましょう。さあ来い、さあ来い、いきますよ。ストライクシャット。